繊維元素、繊維元素、繊維元素とは、周期表で、第3属元素から第11属元素の間に存在する元素の総称である。繊維金属、繊維金属とも呼ばれる。第12属元素、亜鉛属元素、ZN、CD、HG は、化学的性質が、典型元素の金属に似ており、またイオン化しても D 軌道が充電子で満たされ、 平角していることから日本では一般的に典型元素に分類されが繊維元素に分類される例も多く見られる。繊維元素の単体は一般に高い融点と硬さを有する金属である。常磁性を示すものも多く、鉄、コバルト、ニッケルのように強磁性を示すものも存在する。また化合物や水和イオンが色を呈するものが多い。 手術の排石と作体を形成することができ、触媒として有用なものも多い。ドミトリメンデレーエフが周期表、短周期表を作成した当時は、まだ気ガスが同定されておらず、今日の第3属第7属元素で発見されているものも、少なく、また発見されていたものが多い第8、第10属元素に属する元素であっても一つの属、バイブ属にまとめられていた。というのも、 単周期表を区分する物性や、科学的性質は S 電子や P 電子など、主に最外核電子の性質に由来するものであり、D 電子や F 電子などの内核電子の構成に由来する元素の変化は、目立って現れなかったためである。メンデレー F は、原子量順に並べると、科学的性質の異なる倍族と I 族の間に、性質の似通った3つの元素の組から構成される。 バイブ属元素が配置できることを見出し、これら金属元素は19世紀の最終四半世紀頃からバイ属とアイ属をつなぐ元素グループという意味で繊維金属と呼ばれるようになった。その後第三属第七属元素の発見により周期表も改良され、今日の第及1.2および1218属元素から構成される典型元素、単周期属名の後に A をつけて区別すると、第3属11属元素から構成される。繊維素、単周期属名の後に B をつけて区別するが単周期表の中で分類されるようになった。その後、量子化学により元素の持つ電子核の構造が理解され、K、L、M 電子核やそれを構成する S、P、D、F 電子軌道など電子ブロック分類に基づく、 長周期表や、拡張周期表で元素が分類されるようなり、第3第11族元素を指して、繊維元素と呼ぶようになった。繊維元素は、典型元素とは異なり D 軌道あるいは F 軌道が、平角になっていない。そして、原子番号の増加によって変化するのは、主に D 軌道ないしは、F 軌道電子である。S 軌道内子は、P 軌道電子においては、 主量指数の小さい軌道は大きい軌道を超えて外側にほとんど分布しないのに対して D 軌道内子は F 軌道電子はより主量指数が大きい S 軌道 P 軌道の内側にも外側にも分布するこの性質は繊維元素の特徴に大きく影響を与えている D 軌道内誌は F 軌道電子がより主量指数の大きい S 軌道の外側にも分布するということは その S 軌道電子に対する各電化遮蔽の効果が弱いことを意味している。そのために D 軌道ないしは F 軌道が平角でない元素では S 軌道順位がそれより狩猟指数の小さい D 軌道あるいは F 軌道よりも低くなる。この効果により繊維元素では原子番号の増加に対して S 軌道よりもエネルギー順位の高い D 軌道や F 軌道が変化することになる。 D 軌道内子は F 軌道の外部にも広く分布する電子が多数存在するという性質は金属結合に関与し得る電子が多いということも意味する。その多数の電子が結合力を増大させるため繊維金属では典型元素金属に比べて融点が高いものが多く取り得る酸化数も多数存在することになる。繊維元素においては第4、第5周期は D 軌道に電子が存在するが、第6、第7周期には、D 軌道と F 軌道に電子が存在することになる。このことは、ランタノイド系列やアクチノイド系列が存在するとい、理由以上には、電子配置や各射兵による順位への影響度合いが、第4、第5周期の場合と、第6、第7周期の場合とでは、異なることを意味する。従って、典型元素では、 同じ属の元素の性質が似通っていたのに対して、繊維元素においては、第4、第5周期と、第6、第7周期とでは、性質が異なる場合もしばしば見られる。むしろ同じ周期であれば、S 軌道電子の構造が等しい隣接するやからと、性質が似通う面も多く、三組元素の鉄属元素や、白金属元素のように同じ属だけではなく、 同じ周期でも区分される場合もある。繊維元素は全て金属元素であるが、D 軌道、または F 軌道など内角に空位の軌道を持つため、典型元素の金属とは異なる、化学的性質を持つ。そのため、これら金属元素は、繊維金属とも呼ばれる。例えば、内角の D 軌道に安定な不対電子を持つことが可能なため、繊維金属の多くは、 常ね性であったり、複数の酸化数を取ることが容易である。あるいは D 軌道は、様々な位子と結合して、同じ元素でも多様な作体を形成する。一方、内角軌道が、平角の亜鉛、カドミウム、水銀、亜鉛属元素は、電子配置も、化学的性質も、典型元素の金属に近いので、繊維元素とはされない。第三繊維元素は、ランタン。 LA から、金、AU までの元素を言う。不完全 4F 角への電子充填であるランタノイドを内部繊維元素として、さらに区別する場合がある。第4繊維元素は、アクチニウムからレントゲニウムまでの元素を言う。ほぼ不完全 5F 角への電子充填であるアクチノイドを内部繊維元素として、さらに区別する場合がある。繊維金属とも呼ばれるように、 繊維元素は単体では両導体であるが酸化物になると配位数や格子間距離などに応じて様々な電気的特性を示す。例えばプラニオやンドニオは低温では絶縁体であるが室温になると金属になる。これらは典型的なもっと絶縁体であり低温では値電子が NI サイトに極在している。しかし温度が上昇すると PR ND のイオン半径が増加するため、結晶構造に歪みが生じる。これにより、NI サイトに極在していた電子が波動性を回復して、結晶全体に広がり、金属に転移する。繊維元素において安定な不対電子が存在しやすい性質は、磁性を持つ元素が多数含まれることの理由の一つとなっている。すなわち、 典型元素では最外核の不追電子は他の原子と共有結合する子で安定化し、不追電子の磁気的性質が容易に打ち消されるのに、対して繊維金属では、不追電子を持つ単体やイオンが安定であるために、典型元素に比べて磁気的性質を発現するものが多い。また電子配置の面だけでなく、磁性は結晶構造や錯体構造とも密接な関連があり、 このことが多様な構造を持つ繊維元素において様々な磁気的性質を発現する要因にもなっている。繊維元素は良い均一系、不均一系触媒となりうる。例えば鉄はハーバーボッシュ法の触媒である。また、合酸化バナジウムは硫酸製造の接触法に、ニッケルはマーガリン製造の水素添加に、白金は硝酸製造にそれぞれ用いられる。 繊維元素は反応中に様々な酸化状態を取りながら、錯体を形成し、活性化エネルギーの低い経路を提供する。光は電状と磁場の振動であり、その振動数が異なると目を通して違った色として認識される。色の変化は、ある物質に入射した光が反射、透過、吸収されることによって起こる。繊維元素のイオンや錯体は、 その構造に由来して様々に着色している。同じ元素であっても構造が違えばその色は異なる。例えば7価のマンガンのイオンマノは紫だが、MN は薄い桃色である。繊維元素の作体では、灰石が化合物の色を決定する要素となる。これは灰によって D 軌道のエネルギーが変化するためである。灰石が繊維元素イオンと結びつくと縮体していた。 D 軌道は、高エネルギー順位の組と低エネルギー順位の組に分かれる。排位子を持つイオン、つまり、削体に光を当てると、低エネルギー順位にあった電子が、高エネルギーの順位に移動する。遷移する。この時吸収される光が、色として認識される。吸収される光は、エネルギー順位の差と、ちょうどエネルギーを持つもの限られるため、順位差の違いは吸収する。光の波長。 すなわち色の違いとして現れる。錯体の色は以下の要素によって決まる。亜鉛の場合、3D 軌道がすべて満たされているため低エネルギーの D 軌道から高エネルギーの D 軌道へのセミが起こらない。そのため亜鉛の錯体は無色である。楽しくご覧になりましたら高読と良いです。クリックしてください。